創造性が花開くラジオ第110回花です。マイコです。はいはい、あのちょっと今こんがらがりました。はいはい、はい、じゃあ今日も撮っていきたいと思います。はい、はい、なんと今日は、うん、なんと今日は、はい、オリンピックが終わるみたいです、ね、終わるみたいですね。はい、はい、そんな感じみたいです。はい、はい、祭りが終わっちゃいました。はい、まあ、それもそれなんですけども、うん、はい、閉会式は多分見るかなと思うんですけども、はい、はい、なんと今日からですね、うん、今日からですね、ずっとやりたかったことをやりなさい、うん、2、はい、イエーイ、イエーイ、ジュリア・キャメロンさんの、うん、はい、あの創造性が花開く、うん、はい、12週間のワークブックのアーティストへの続編ですね、はい、はい、現代がウォーキング・イン・ディス・ワールド、うん、はい、っていうのをですね、みんなで一緒にやるイベント、はい、はい、一緒にウォーキング・イン・ディス・ワールド、はい、っていうのが始まります。イエーイ、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 はい、なのでその話をしたいと思います。はい、はい、今回は、うん、はい、マリコさんは、うん、なんか、まあ、私はやるんですけど、うん、私やるんですけど、マリコさんはちょっとなんか聞いててみて、聞いててみる、うん、うん、そうそう、で、まあどのくらい伝わるかみたいなのもね、はい、はい、あの実験しつつやっていきたいと思うのですが、はい、教えてください。はい、はい、あの教えさせてください。はい、はい、まあそうなんですよ、まあ、あの、まあ言っちゃいますと、このラジオで、うん、ちょっと前までキックアーティストウェイっていうね、うんうんうん、この、1作目、ずっとやりたかったことをやりなさいの1作目を、うん、一緒にやるというのをやってたんですけども、うんうん、はい、その続きでして、うん、はい、でアーティストウェイの1作目では、うん、まあ、モーニングページっていうのをやったり、うん、いろんな課題をやったりして、うん、まあ、あの創造性ですね、うん、自分の個性や才能、自分らしさみたいのを花開かしていって、うん、よりやりたい、よりやりたいことをやって生きていこうよみたいな、うんうん、はい、ことを、はい、やってきてまして、うんうん、はい、そしてみんなある程度できるようになったんじゃないかと。何ですかその笑いは。いやいや、はい、可愛いなと思って。いや動きがさ、動きがそう、ラジオには伝わらないけど。そうか、うん、はい、動きがなんかカニみたいな動きをしてましたけども、はい、そう、でその続編なので、うん、これはね、2はね、うん、なで続編なので何かっていうと、あのやりたいことある程度やって。うん、まあ、ある程度できるようになっても、うん、やっぱりその段階でほらつまずくこととか、うん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 、行き詰まったりとか困りごととかは出てくるじゃないですか、はいはい、なので今回の2作目ではそういうところも網羅した、うんうん、はい、ある程度、まあそうですね、やりたいことをある程度やってきた人とか、うん、ある程度ちょっとねプロになったりとか、うんうん、はい、まあ、そういう人に向けても、うん、はい、役立つ内容になっております。うん、はい、はい、なのでちょっとね、あの、うん、一緒にやっていければと思うのですが、うん、で特徴としてはね、うん、はい、まあ、さあのちょっと前にもご説明したのでおさらいになりますが、うん、はい、モーニングページっていう書き出し系のワークと、うんうん、アーティストデートっていう遊びに行くワークと、うんうん、そしてウォーキング、うん、ウォーキングのワークが今回初めて増えております。うん、はい、週に1回、うん、20分、週に1回20分歩こう、うん、はい、っていうのがこの本の大きな特徴ですね。うんうん、はい、あとね、あとね、もう一つ朗報としましては、はい、あの1よりもかなり課題自体は減ってるんですよ。へ、うん、はい、1は12週間毎週10個前後、10個ぐらい課題があって、うんうん、みんな結構ひいひいね大変で、うんうんうん、もう全部できる人はほぼいないんじゃないかぐらいな感じだったんですけども、うんうんうん、2ではね、うん、まあ週に2、3個ぐらいの課題になってますので、うんうん、はい、なんかなんでしょうね、多分ワンで課題が多すぎるって文句が多かったのかなんか分かんないけど、うんうん、はい、減ってますので、それもあってね、やりやすい形になってるんじゃないかと思いますので、うんうんうん、はい、ぜひぜひ、はい、やってみていただければと思います。はい、どうですか、もう募集状況は、募集状況もう満席になっちゃったんですか。どうでしょう、今日から始まるはずなんだけど、どうで、あ、まだ募集してますよ、はい、うんうん、まだ、はい、合流可能でございますので、うんうんうん、はい、ぜひぜひ、うん、あの今回はね、あそういう意味では定員は特に設けてなくて、あの、そうなんですね、そう、投げ銭、あ、なるほど、投げ銭で、あの、うん、やりたい人みんな集まれみたいな感じでやってますので、うんうん、結構何十人とかになっちゃっても大丈夫なので、うんうん、はい、もう本当に好きな金額で、うん、はい、10円でも、はい、はい、100万円でも、はい、はい、100万円、はい、はい、100万円、はい、ウェルカム、はい、うん、お振り込みいただければ一緒にやりたいと思いますので、ぜひぜひ合流カモンでございます、はい、やっぱね、書くことってね、うん、大したことじゃないように見えて、うん、結構大したことですからね。結構大したことだと思いますね、モーニングページね、うん、あのね、私ね、あの、うん、前も何度か言ってるんですけど、中田あっちゃんのね、オンラインサロン入ってるんですけどね、うんうんうん、あのこの間ね、あの去年あの、いくつになってもずっとやりたかったことやりなさいか、うんうん、それを紹介してくれた中田あっちゃんですね。そう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 、はい、中田あっちゃんのオンラインサロン入っててね、彼の発信をよくね、うん、見てるんですけどね、うん、
優秀な人の習慣の5つぐらい、うん、その中にはねやっぱ日記を書くとかね、うん、書くことのノートに何か書くとかね、うんうん、入ってるよね入ってる、うんうんうん、あっちゃんも言ってたし あとね、うん、健康を維持するための習慣ベスト5とかにやっぱ散歩入ってるし、うんうん、なるほどなるほど、うん、なんかね、すっごい、そうよね、なんかさすごいシンプルでさそうそうそんなことって思うんだけど、うん、は散歩みたいな、うん、足す必要一切ないんですみたいなね足す必要健康になるためにサプリメント飲んでますとかさ、うんあうんうん、健康になるためにプロテイン飲んでますとかじゃないっていうね、うん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 、そうね本当に誰でもできる、うん、やろうと思えば、うん、はい誰でもそんなにお金もかけずともそうねはい何か揃えずともできる本当そう思いますね、はい、そういうことがね、人生はシンプルですよ、うん、そういうことをねコツコツやることがね結局大きく人生を変えていくと思うんですが、うん、はい、はい、そしたらですねその今回新たに加わったウォーキングね、うんウィークリーウォークって呼ばれてるんですけども、うん、それの説明をちょっと最後にして、はいはい終わりにしたいと思うのですがずっとやりたかったことやりなさい2、うん今ね私旧版なんで旧版のページ数になっちゃうんですけど、うん、もうすぐ新版が来るので、うん、新版が来たらまた新版のページ数で言うようにするねとりあえず今旧版です、うん、旧版の25ページですね、うん、ツールさんウィークリーウォークウィークリーウォークはい、ほとんどの人は急ぎ足で人生を過ごしており、うん、忙しすぎてどこにも歩いていけない、うん、様々な問題やトラブルに悩まされている私たちは、うん、ウォーキングなんて貴重な時間の無駄遣いだと感じる、うんうん忙しい心には、忙しい心には、うん、いつそれをやるの？ということが負担になるのだ、うん、しかしウォーキングこそ解決策だというのは真実だ、うん、私生活においても創作活動においても方向性を見失っている時期私はウォーキングが癒しや方向性をもたらしてくれることを発見した、うん、と書いてあります本当そう思います本当そう思う、うん、散歩してるって言ってたよ ね、 マリコさんね散歩してますね、うん、あでもね、うん、どっちかっていうと私夫と散歩するんで、うんうんうんまあ、そう一人で瞑想のような時間というよりも、うん、二人での会話から発展したことがクリエイティブみたいなことの、うんうん、時間の使い方どっちかっていうと、うん、内なる声とか内側を見るということより、うんうん、私はこう思う俺はこう思う、うん、でそれに対して私はこうだっていうことが、うん、後のこう家庭を円満にしていったりとか、うん、なんか次自分たちが何かをする時のヒントになったりとかしてるかな、うん、すごいと思うなこういうこと考えてんだなんか、ね、そういう相手がいるんだったら ね、うん、ね全然いいと思うなんかジュリアさんもねそのアーティスト仲間と一緒に散歩したりするとか書いてあるんだけども、うんまあ、一応ねこのツール あの課題のウォーキングは、まあ、一人でするみたいな感じだと思うんだけど、うんうんまあ、でも全然あの本当になんつうの心が許せる相手っていうか そう、ね、そういう相手だったら全然ね一緒に散歩してもいいんだと思うので、うん、ぜひぜひ皆様も、ねはい、健康にもいいんだと思うのでね健康にもいいと思います、はい、私もちょっとあの習慣化まではまだ行ってないんですけど、うん、今回ねこの2の期間中はまた毎週ウォーキングしてみたいと思いますので、うんはいはい、ぜひぜひ一緒にやってみましょう はいじゃあ今日はこのくらいにしたいと思いますはい、ありがとうございます。はい、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。